原作に習って、一つのエピソードに、まあ、一動物っていうことで、アニメーションを作ってきたんですけど、映画っていう企画になった時に、まあ、大きなスクリーンで見ていくぞと、見せていくぞと、という話の中で、いろんな、生き物たちが、こう、重なり合ったり、こう、いろんなやりとりがあったりしながら進んでいくような、物語を作っていきたいなと思って、映画を企画しました。子供の頃、漫画祭りとか、映画館に見に行ったりして、いろんなタイプのアニメーションを見ながらワクワクしたりして楽しかったなっていうような思い出があって、なんかそういうのを生き物視点でやってみたいなと思って、企画しました。リサーチのメンバーと、世界の地域をいくつか分けて、残念な生き物たちが、いる場所っていうのをリサーチしたんですけど、オーストラリアっていうのはこういう古来種がすごくたくさんいるところで、すごく変わった生き物たちが、まあ進化しながら残っているところで、南極っていうのはやっぱ寒いっていうことで、その中で残ってきてるユニークな生き物たちが多かったということと、日本は四季がある中で、いろんなあのタイプの生き物たちが、生息しているということで、3つの地区を選定しました。例えばアメリカとかだと強いとかライオンとか速いシマウマとかそういうのが人気があるんですけど、日本で人気があるのは身近な動物や、やっぱり可愛いっていうタイプの動物がすごく人気があって、そういう中で日本のウサギと、コアラとペンギンっていうのを選定いたしました。残念なポイントも含めてきっちり描こうっていうことで、逆に嘘のない表現を心がけたんですが、一方で、生き物がリュックサックを背負って、旅をするとか、携帯電話を持って話をしているとか、そういうところは、子供たちに喜んでもらえるような設定を作って、リアルな部分とファンタジーの部分を融合して、物語を作っていきました。